モルガン陛下の口調が崩れるとこといいかわいげはやばいに対するみんなの反応集を紹介します。それでは本編へどうぞ。だって来ないから、待ってますからあまり待たせないでくださいね。かわいげなくはないけどやってることが魔女すぎる。魔女だぞ。レース結果を力ずくでなかったことにしようとした悪の大魔女来たな。己モルガン。元の話考えると可愛げはめっちゃ盛られてるというかだいぶ聞き分け良くなったなって。残念ではなく、当然怒られた。ガウェインがこっち苦手なの反応に比べて綺麗すぎるからなのかな。母ちゃんと同じ顔と雰囲気の知らない女とか誰でも苦手だろう。反の方はわかりやすく悪いからここまで可愛いとどう接すればいいかわからない的な感じだろうか。納得した、あっちも苦手だろと思ったけど違う方面だったか。自分のおかんと同じ面の女が自分の上司にメス化をしてたら他人と思ってても見たくなかろうよ。こいつ今回めちゃくちゃ表情豊かだな。巣はやっぱり劇場家だなってなる、トトロっと呼びになるの良いよね。これ悪いのハベニャン？ハベニャンは何も悪くねえよ。鳥ちゃんかバゲコか忘れたけどバレンタインでめっちゃ可愛くなってるみたいなリアクションしてたような。トリコが見たことないお母様に唖然としてた気がする。いやその、違くて、あたしがうっかり。普通に作れるんだヌンノスシリーズ。メユコにオーロラよりひどくない？って言われてるところで笑っちゃった。世界の危機など知ったこっちゃないけどマスターに印象悪いから、って自重するのはいい女すぎるぜ。モルガンもやる気満々だったからな、最後にマイナスはいけませんねって乙女になったけどそりゃあずこうってなるよ。ハベニャンが止めなかったらやるからな、しかしお嫁さんポイントマイナスは効く。そりゃ親友に旦那の心象マイナスになるからやめときなよって言われたら妻はやめるよね。なんだかんだマチョだなぁと。なお来なかった理由は詳しく言わなくてもわかるやろ、でめっちゃ言葉省いた自業自得である。ハベニャンは悪くないだろう。アレナスイッチがそもそもあっただけでさ。間が悪かったのだ。スイッチ&海ヌンノスを作ったのはモルガンなのでハベニャンは悪くないですね。強いて言えば間が悪かった。聞き分けが良すぎてハベニャンが結果的にボタンをしちゃったのは草。陛下の来歴考えると強くは言いたくないけども言葉足らずがなければここまでの騒ぎにはならなかったんですよ。ここまでの騒ぎになった原因ってほぼほぼモエルンノスと解き放ったのとサバフェスがアルトリア縛りになったことじゃねえかな。それはそう。なんつうか、要素がいくつも重なり合った結果というか、水比モルガン状態がやっぱり美しくてトネリコ引いといてよかったってなった。めちゃくちゃ笑顔になってくれるしね。メユコ噂を切れて以来とか褒めてたり身内に甘いなぁと思ってたけど、今回しれっと無茶振りしてて笑ったわ。自分も無茶言うからわがままも聞くよって関係だったのね。拗ねてここまでするのやばい。清姫は実がいないから可愛いんだなって。マイルームの水着メユコに対するボイスが割と辛辣で笑ってメユコのルームボイスでモルガンが割って入ってきてさらに笑った。ちゃんと解決策も考えてくれてたからすごい。ドテッハラに風穴開けられたような衝撃。己モルガン、これって己邪気王のパロディかな？というか海ヌンノスなんてとんでもないもん作っといて雑におせちまうところに起動ボタン置くなよ。楽しみにしてた夫とのイチャラブバカンス予定1週間台無しにされてブチ切れるけど、ゲージマイナスで夫に嫌われたくないので思いとどまる陛下かわいいよね。かわいい、言葉足らずってのも好きなんだけど、やっぱり素直な言葉も良いもんだな。自分の過失を言おうとするハベニャンをすっと隠すモルガンが良い、キャストリアも目で理解して反省してるようだからと落としどころを出してくれてるのもまた良い。やっとイベントでモルガンの可愛いところ、見れて満足。ほうれん草ほうれん草を陛下。この妻。やっぱりそわそわ陛下だった、そして来るのが遅くて拗ねてた陛下だった。気軽にカルナ3級の洞察力を求めるんじゃない。そっか、得意点乗っ取ったのは別人だけど海ヌンノスは君か。っていうかこの水比ラブと束縛が強いぞ。あとその計画は最終的にメユコとモルガンがドンパチするやつでは。陛下思ったよりもスケールの大きい魔女だった。まあ世界滅亡が関係ないけどって言った後にさすがに心象悪くなるだろうし私が何とかするからバカンスしとけっての実にモルガンらしい。その方法がグダの望む解決方法になるかは微妙そう。海ヌンノスが出現した経緯がコントすぎる。
人類の危機をあまた救ってきたマスターが導き出した奇跡の一手。妖精岩的にも嘘ついてないのでセーフ。見たのはあくまでミコケルかバーバンシーのどっちであって妖精騎士トリスタンじゃないからワンチャン騙せているのか。見たのは天のトリスタンだもんね。しかし、好感度最大であったとしても、娘への愛に溢れていて、大変に良い、良い。ここの我が妻可愛すぎる、マスターと一緒に過ごしたいからという理由できちんとしたホテルを作って運営してレースまで開催するの愛しすぎるだろ。急に少女なったな。って、ちょっとキュンとした。わかっちゃいたけどピックアップ終わってる理不尽、これだけ可愛いところ見せて次引けるのが年明け福袋にワンチャンしかないとか人の心ないんか？トネリコピックアップしてた時から散々言われたよ、モルガンの前例があるし。爆速復刻もワンチャンあるし待てしか。本当に陛下が一番に合ってるとは、あと、やっぱりあまり待たせないようにってそういう、微笑ましい。6人より偉いね。可愛い、許しちゃう。可愛い陛下可愛い。よし予想通り8周年で致命傷を負っただけのことはあるぜ。引いててよかった。こちらは引けなかった痛みが振り返してきた。なんでそんな可愛らしい少女ムーブされるのですか。陛下、爆死の悲しみを思い出す血類。妖精国を経てモルガンのピックアップは無条件で引くことを学習した夫妻は数多く、米印引けるかは問わない。我が夫をバカンスで楽しませる、問題も解決する、両方やろうとしてるのがすごいなこの妻。力ずくで結果を変えようともしてたぞ。モルガンの可愛さとマチョっぷりの両面が出た夏のイベントだった。カルナ、モルガン、お前は言葉が足りないのではないか？いぞう、おまんが言うのか。ジークフリート、すまない、それは己にも刺さってる発言では？クリームヒルト、あなたにも刺さってますよ。ジナコ&ワシ様のコメントで。自分含めた全方位無差別大爆撃やめや。カルナさんはそんなに足りてることを言わない。カルナさんはもっと辛辣で痛烈な言い方になるからそんなこと言わない。毎回毎回出番の度に可愛さの致死量をぶち込んでくる。全体にポンコ、夏仕様でしたね。今日のシナリオだけで課金して天井してまで引いたのが報われる。今日も妻夫が可愛くて満足です。海ヌンの巣はてっきり水着ジャンヌの下僕とかだと思ってたけどモルガンの仕業だったのか。大体考察されてた通りの動機で笑った。あのセリフはずるい。あ、ダメダメダメ。ここの陛下マジで可愛い。頭夏になって浮かれてるとはいえ女王らしい威厳ある言動が多かったのにここだけ恋する乙女の言動になってるのマジ俺の妻が可愛すぎて辛い問題。とりあえず陛下圧縮言語をやめましょう。リアル高速映像、プライベート会話。多分グダはこの4日間が一番楽しい時間だったと思う。振り返って一番いい日々だったと思うかはわからないけど本人なりに気にしてる問題に手をつけなかったわけで、ただ考えるべき問題もとりあえず休んで遊んだ、ので楽しかったのは間違いないだろうな。多少後ろめたくてもたまには休むのもいいよな。基本的には普段働き詰めなわけだし。予想がほぼ当たってるという、ハベニャンの忠告も一応止まってるのも良い点。その後ハベニャンかばうところでめっちゃ頬が緩んだ。あそこお互いに友達思いでとても良かった。なお、海ヌンの好きどうやっぱやめます、素直かわいい。ぶっちゃけ己モルガン、言ってるメンバーは全員事情話せば許してくれそうだけど、ハベニャンにはわずかな罪も背負わせない陛下。こんなに可愛い妻がもう入手不可ってマジ？だから見ないってたんですね。シナリオ読んで欲しくなってからでは遅いからとりあえず手に入れておくべきと。レースに勝ってたら得意点解消プラス追加で1週間リゾートホテルでイチャイチャだったのか。なおレースに勝ったが編集の悪魔が出た模様。モルガンとメリュジーヌってもしかしてお互いに最後に奪い合う関係だということを理解していない？モルガンの妖精岩って濁ってるんじゃなかったっけ？間違ってたらすまん。もはや真実は見抜けない、だけど神秘は内包した目であり、魂の色は見抜ける。もっと劣化した妖精岩でも感情の色ぐらいは見えるらしい。ギリギリまだ持ってた無理案曰くベリルは真っ黒とのこと。俺はモルガンと一週間イチャイチャしたいのにシナリオが邪魔をする。ハベニャンをかばう陛下さすがやで。ミコケルやってるのは把握してないんかね？じゃああの闇の結界とか張ったのは別の人か、娘がいるの気づかず張っちゃったんかね。妻って、ひょっとしてめちゃくちゃ可愛い？え？
じゃあいかにも私が薬剤を招きましたって顔で出てきた闇の精霊王はただのマスターに親切心で忠告してきた闇の精霊王だってこと？闇の精霊王、いい加減俺を闇の精霊王って呼ぶのはやめろ。皆さんはモルガン陛下の口調が崩れるとこといいかわいげはやばいについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価もお願いします。